こんにちは、僕たちは韓国人バンドピアノチです。今日一緒に勉強したいと思った曲はマカロニ鉛筆の何でもないよです。一緒に勉強したいと思った方は登録といいねとアラーム設定よろしくお願いします。基本的な説明です。名前はマカロニ鉛筆の活動は2012年からしました。レイブルはトイズファクトリー、事務所はモッピンディスクです。この曲はマカロニ鉛筆のメジャー表紙中フルアルバムハッピーエンドへの期待はというアルバムのリードトラックになります。この曲の特徴は人を愛することの真の姿を飾り気のない言葉でストレートに表現しています。それで今日は歌詞に集中してみてください。では行きます。첫스타스에서무슨영화인줄알았어엄청나우주로갈줄알았어 근데이러고되게피아노소리만나오니까더좋은것같아요더대비되는것같아요어이거피아노소리너무좋더란데화려하지않은데그뭐라고했냐뭔가를표현하고있는것같은느낌내마음이맑아지는것같아뭔가어렸을때듣는약간그런귀여운노래곡적으로약간맞는것같은느낌이들어요그마카로니엠피트같은메이저밴드면그랜드피아노도할수있을거거든요예산적으로도근데일부러이걸선택한거겠죠곡의이제분위기랑맞으니까되게순수한사랑이랑너무잘어울리는것같아요피아노소리가아나이표정이너무좋아 세상을다잃은것같아진짜난모나이표정 이부분이너무좋더라고요그렇죠되게좋죠이게오르간이나오는데이오르간네이키보드가키보드멤버가오르간전공이더라고요멤버들이음악대학교에서만나가지고사토리상을중심으로이제활동을시작했다고하더라고요입학하자마자아대단한것같아요이것도아이게통기타소리가되게신기하게녹음을했다爆発저전자음악이랑밴드악기랑너무잘섞어놓은것같은느낌맞아미디랑리얼악기를진짜너무잘섞여놓은느낌 이거연주할같이연주할때되게리듬맞추기힘들것같아 그렇지조금이라도어긋나면그리고여긴되게랩같아맞아따라따라뭐이런게지금딱요로요부요부분있잖아프리코러스부분마다가사가똑같아그래서옛날에좋았던그감정을말하는데그부분만딱달라이제되게가사엄청공감되지않나요 맞아되게멋있는가사보다이런게되게공감되는거지사실우리가하는사랑은이거잖아요맞아 그네멋있는가사가아니고연기너무잘하시는것같아진짜저런역할에되게진짜저런역할에되게유명하신분이라고하더라고요저런연기를너무잘하셔가지고보쿠와리즈
がめっちゃ楽しくて、何回も今変わっていて、それがめっちゃリズム的にめっちゃ楽しかったです。なんか僕はサビの部分になんかこうピアノの音だけあったの時に音が合わない音、なんかテンションかな思ったんだけど、なんか逆になんか似合うみたいに、え、そしたらもっといいんじゃないとなんかこう感じれたんですけど、これ理由があるかな。ミュージカルである有名な作曲家ソンドハイムというもうスイニートッドとかをなんか書いた監督さんがあるんですけれど、そんな音楽が合わないくらいちょっと微妙な感じでついていて、最後に全部合わせて、あ、これだの気持ちを与えるためにそんな作り方も使用するんだと聞いたことがありました。それがあるかどうかわからないけど、多分なんか理由があると思います、うん、この曲が真逆になんか聞こえるのが、電子音があって完全にマイクだけで撮ってる音源が一緒に混ざってるんじゃん。だからちょっと違和感があるんだけど、一曲の曲に成立させるんじゃないかなと、うん、この曲の特にギターの場合は、最近の曲作りはあんまりギターを生で撮るっていうか、撮らなくなったんですけど、これはあえてボリュームをいっぱい上げて、いろんなエフェクトをかけて、そこで出るノイズも全部含めて一曲の処理をしたんじゃないかな。聴きながら、あ、こんな作り方もあるんだ。아까전에녹음이야기하니까노래시작할때왜막이런소리도들어가있잖아그러니까전체적인녹음이다자연스럽게정말좀틀리더라도그냥뭔가이슈에그냥간느낌이라고해야되나약간그런느낌도좀있는것같아일부러막멋부리고이런곡이아니니까그럴수도있겠네자연스럽게공감을담백해서더기억에오래남는여기훅들으면되게기분이좋아져뭔가진짜맑아지는느낌이야내가마지막에트럭을탔는데꽃밭에저렇게앉아있는모습이너무 아진짜피아노소리피아노소리이모토에모토상저번에그남자배우응이마갈때기다宇宙から見た地球なんてすげえ綺麗でさ、いろんな涙出たよ。けどさ、何もなかった。왜사람들은해봐야지알까마지막에오래해놓고한말도안하고디따따이게남모나요진짜약올리는것같은느낌이들더라고그래서어どうでしたか。この歌詞にもタイトルにも何でもないよと当店がわざわざ書いてありますけど、それにもいろんな表現があるじゃないかなと思って、言いたい言葉はいっぱいあるのに言えない、その複雑な心をちゃんと込めたかなと思いました。僕が最近こう NHK の東京グラブという番組に出たんですけど、その時に J-POP というのなんかジャンルに入ってることをなんかこう話したんですけど、 J-POP だと韓国人が感じれると、あ、これはロックじゃない、これはちょっとなんかこう他のじゃないと言うんだけど、全部 J-POP に入っちゃって、この曲もなんか探したんですけど、J-POP に入って、いや J-POP の広さはいやどのぐらいかな知りたくなったんです。この曲最初に聴いた時に、頭のピアノのところが僕の家の僕の部屋にあるピアノの音色と全く同じで、家の部屋で聴いてる感じがして、ちょっと懐かしい気分になりました。本当になんかうまく作られたすごい曲だと思うのが、アイデアはアイデアであって、サウンドはサウンド でバンドとしてあるべきなものもちゃんとあって、その上に共感をさせる曲っていうのが本当にすごい曲だと思いました。僕は愛のことはめっちゃ複雑なことじゃないですか。それを電子音源とリアル音楽を合わせて、さっきの音が少し合わないか思うことも複雑な心を表現した方じゃないかなと思って、もう何でもないよと言うんだけど何でもないじゃないでしょ、だからそんな複雑を全部音楽に含めて込めたじゃないかなと思う時間でした。本当にいい勉強になりました。これからも一緒に勉強したいと思った方々は登録といいねとアラーム設定よろしくお願いします。
今週も見てくれてありがとうございます。なな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 